遠隔教育とは、教師が生徒や学生と直接対面して提供するのではなく、離れた場所から提供する教育のこと。遠隔教育を行う理由は様々であり、例えば学校へ通学が困難な場所で生活している、生徒、学生に教育を届けるため、日中は仕事をしていて、時間に余裕がなく、教室に通えない人に教育を提供するため、 感染症の爆発などで学校に生徒を集めることができないため等々様々である。感染爆発により学校閉鎖措置が取られても、その代わりに遠隔教育が行われれば、教育が全く止まってしまうような事態を防ぎ、教育の提供を続けることができる。インターネットを利用したものは1990年代に登場し、 2000年代前半までは PC を利用して行われるものが主流だったが2000年代、2010年代にはタブレット類が比較的安価に流通するようになり人々が受信側の装置を安価に用意できるようになったことで多くの人々に遠隔教育を利用してもらうことが容易になった。歴史1858年にはロンドン大学でエクスターナルプログラムという名称の教育プログラムが 用意された。オーストラリア、クイーンズランドでの双方向の無線通信を使った遠隔教育とはいえ、遠隔教育がまず盛んになったのはオーストラリアにおいてである。オーストラリアというのは広大な国土の割に人口がかなり少なく、学校から離れた場所に暮らす人々の割合が高かったので必要性が高かった。1911年にはクイーンズランド大学が デパートメント・オブ・コレスポンデンス・スタディーズを設立した。遠隔教育という表現は、もともとはオーストラリアで、子供たちが学校が遠すぎたりする場合の、学習支援などで使われていたものである。現在は、遠隔地からでも教育を受けることができるといった。点以外に、忙しくても、自分の都合に合わせて学ぶことができる。通学せずに済むので時間を有効活用できるなどの。 メリットを感じ受講するケースも増えてきている。日本日本では、もともと通信教育という言い方が通用していたが、郵便による学習の報告だけでなく、テレビラジオを使って授業を受ける学校法人、NHK 学園、放送大学学園やインターネット利用の大学などが登場するようになり、故障が実情にそぐわなくなったので、こういう名称が出てきた。日本では現在では、 学習塾なども遠隔教育を導入している。ありがとうございます。